水野博士は日本の俳優である。本名は水野光一。青年期の舞台俳優から映画俳優に転校、同窓期までは契役に徹したことで知られる。1899年4月23日、兵庫県神戸市に生まれる。旧姓、兵庫県第二神戸中学校を卒業し、演劇を志して、佐藤光六が1915年に起こした。 劇団、日本座に参加。その後、喜劇や歌劇、剣劇等の劇団を渡り歩く。満30歳を迎える1929年、京都の松、竹下鴨撮影所に入社、舞台俳優から映画俳優に転校する。その後、月形龍之介の月形プロダクション、小野菊太郎の小野菊太郎プロダクションに移籍したと言うが、出演記録は不明である。 1934年頃までに、新興キネマに移籍、同年3月21日に公開された、松田貞治監督の、天宝水古殿に、名主の宝有役で出演した記録がある。1935年には、同社が新設した新興キネマ、東京撮影所の現代劇にも出演したが、新興キネマ、京都撮影所に所属して、時代劇に多く出演した。 1941年には日活京都撮影所に移籍したが日活の制作部門は翌1942年1月10日に戦時統合で新興キネマ大都映画と合併して大英を形成それにあたって水野は日活京都撮影所が名称変更した大英京都撮影所に継続入社した第二次世界大戦終結後も引き続き同撮影所に 所属したが、1948年、当時大映画、配給提携していた、東横映画が制作した、佐々木康史監督の、男を裁く女、斉藤虎次郎監督の、喉自慢鏡時代に出演したのきっかけに、1949年秋には、東横映画に移籍した。同社は、1951年4月1日、大野泉映画、東京映画配給と合併して、 東映を形成、水野は引き続き、東映京都撮影所に所属した。すでに50代になっており、吹け役を中心に、数多くの東映時代劇に出演。1960年代には、テレビドラマにも出演した。1970年3月22日、死去した。満七十歳没。日本映画俳優全集、男優編の水野の校の執筆者、吉田知恵男は、 晩年の不敬役の水野を表して、温厚な人柄が滲み出て、ほのぼのとした暖かさを称えた者が多く、親切な茶店の老や、人情味のある老番、忠実な下僕、人の良い老やなど、心なごむ、庶民像を、生き生きと演じたと締めくくっている。茶店の老や役といえば、満月三十国船であり、老番役といえば、天平同時代一辺破灯の若武者。 天平同時、第二編高松城の密詞、天平同時間結編、日の丸偉人の老版汚ごろくといった作品、役所である。特筆以外すべてクレジットは出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、 特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。特筆以外すべて制作、配給は、新興キネマ、特筆以外は、サイレント映画である。特筆以外すべて制作は、新興キネマ、京都撮影所、配給は、新興キネマ、特筆以外はトーキーである。特筆以外すべて制作は、日活京都撮影所、 すべて配給は日活、本節以下はすべてトーキーである。特筆以外すべて制作は大英京都撮影所、配給は映画配給者あるいは大英である。喉自慢京時代のポスター。俺は用人坊のポスター。すべて制作は東横映画、特筆以外配給は東京映画配給である。恋風53時のポスター。新 平家物語のポスター。特筆以外すべて制作は東映京都撮影所。特筆以外配給は東映である。ありがとうございます。